2018年ブエノスアイレスユースオリンピックで主審を務める総佐都市選総佐都市選は韓国の女子柔道家。身長175センチメートル。韓国体育大学校教授に就任。1988年のソウルオリンピックの公開競技柔道では48キログラム級に出場して準決勝で江崎文子に 小内狩りで技ありを取られて敗れるも3位となった。1989年の世界選手権では5 2ラム級で出場して3位となった。1990年には世界ジュニアに5 6ラム級で出場して優勝を飾った。その後6 6ラム級に階級を上げるが、1992年バルセロナオリンピックでは国内予選で 牧師秋に敗れて出場できなかった。1993年の世界選手権では、決勝でアメリカのリリコ・小笠原を大内狩りで破って優勝を飾った。1994年のアジア競技大会決勝では、大石愛子と対戦して優位に試合を進めていた。ものの、終了1秒前に払い越しで効果を取られて敗れた。その後の世界学生では優勝を飾った。 1995年にはユニバーシアードで優勝すると世界選手権でも決勝でキューバのオダリスレベを内股で破って2連覇を達成した。1996年アトランタオリンピックでは決勝でポーランドのアネタシチェパンスカを合わせ技で破るなどオール一本勝ちで優勝を果たした。翌年の世界選手権では準決勝でイギリスのケイト・ホーウェイに 総主狩りで敗れて3位にとどまった。その後一時引退するが、後輩が思ったほどの活躍をしていないことから、復帰してミキハウスに所属することになった。2000年のアジア選手権では、上野正江に縦四方型で敗れて3位だった。2000年シドニーオリンピックでは準決勝で、キューバのシベリスベラネスに、効果で敗れるが、3位決定戦で、ベルギーの裏、ベルブルックを、 技ありで破って3位となった。長身折りしての内股と大内刈りが得意技だった。2018年19人のアイフ殿堂入りの一人に、北朝鮮のケースヒ人2人で壇上に上がって受賞となった。フォトセッションでは2ショットに、アイフ審判員ランキングは6.7、レーティングポイントで41位。4 8ラム級での戦績56。 キログラム級での戦績66キログラム級での戦績70キログラム級での戦績。ありがとうございます。